宗社商店街宗社商店街通りは、岡山県宗社市に所在する商店街通り。備中国宗社宮造営町内市によると、1426年の宗社宮改築お披露目の際に小物売り等が集まったと記述されている。古くは宗社宮の周辺に町が形成され、近世中期の元禄の頃から備中松山藩主の参勤交代の通路として、 宿液と商業村落が発展した。旧宗社町は周辺地域の交通の要衝であり、旅行者、産経者のために宿泊、飲食業が発展するとともに、江戸時代からの合唱も営業し、宗社地域の農村に商品を提供する商業機能と農産物の集積地としての機能を果たしていた。百六十七年に元町商店街にアーケードが作られた。 しかし、同年に、総社市庁舎が移転したことで、衰退していった。旧堀和平定旧堀和平定は、江戸時代後期に建築された総社市の旧家である。現在は、総社市に寄贈され、特定非営利活動法人総社商店町筋の古民家を活用する会が古民家の保存、活用を目的として利用している。 総社市町角郷土館、明治43年に建築された旧総社警察署の建物を利用したもので、明治時代の伝統産業を中心とした資料展示を行っている。総社市内で現存する唯一の明治洋風建築であり、平成18年3月に登録有形文化財となっている。総社市カルチャーセンター、本町ふれあい公園、ありがとうございます。